応佐野さんに連絡した方がいいかな。いや、事後報告でいいっしょ。ダメか、ダメだ、もったいない。謹慎中でしたよね。やっきゃり。謹慎中の仕事は規則的には二度と使わないと思ったのに。台東区にいるらしいんだよ。バイトとは質も格も違う殺し屋が。殺してしまえば開くわけじゃん、その席が。せめてあの二人ぶっ倒そうよ。私内部を傷つけたこと墓場で後悔させてやる。私にかけろ、杉本千里。